ミシェル・コルネイユは、フランスの画家、版画家である。同名の画家、版画家の父親、ミシェル・コルネイユ・トル・ジュンヌなどをつけて区別される。パリで生まれた。同名の父親は、王立絵画彫刻アカデミーの校長などを務めた、画家である。弟に画家になった、ジャンバティスト・コルネイユがいる。父親から絵画を学び、宮廷画家のシャルル・ルブランやピエール・ミニャールからも学んだ。 王立絵画彫刻アカデミーが設けた賞を受賞し、1659年から1663年の間、イタリアに留学した。イタリアでは、巨匠たちの作品を模写して修行したが、アンニーバレカラッチらのボローニャ派と呼ばれる画家から影響を受け、ボローニャの美術学校、アッカデミアデッィ・インカミナティで彼らのスタイルを学んだ。イタリアから戻ると、1663年に、 王立会が彫刻アカデミーの会員に選ばれた。1673年にアカデミーの准教授に任じられ、1690年に教授となった。フォンテーヌブロー宮殿やベルサイユ宮殿などに多くの装飾画を描いた。ありがとうございます。